えー「ノンストップミュージカル・コメディー」ということで、えーまあ、おかしな、まあ、面白いと思っていただけそうなシーンがたくさんあるんですけども、まあ、そうでない部分といいますか、えー、感情を吐露する、えー、とてもしっとりした場面などもあるんですけどもそういった部分はあのー、すごくこうリアリティを追求して細かく、えー、やって最初に言った ちょっとこうコメディ要素のところはあのー、エンターテイメント要素をすごくこう意識して作ったりしてとてもこうバランスとかも、えー、細かく、あのー、計算しながら <laughs>、あのー、稽古に、えー、挑んできたなという印象がすごくあるのであのとても届けられるのが楽しみです。なんか本当 3LDK っっっててていうユニットががああこの作品があって まあちょうど良かったっていうと言い方変なのかもしれないですけどやっぱり長年一緒にやってきた仲間がここにいて何かなんて言うんですかね役の設定もなんかこう幼なじみだったりとかそういうところがすごい自然と深まっていく部分があってそれを作品にこう乗せていけるっていうのはすごい良かったなと思っておりますで本当にお客様が来ていただいてあとは完成する作品だなと思っていますのであとはもう楽しむだけだなと。 今最終調整にかかかっているところです、はいはい、なん和気あいあいと楽しみながら、うん、やっぱりこう前で見てくださっているスタッフさんたちも、まあ、本当にいい雰囲気を作っていただいて、まあ、笑い声だったりとかいろんなこ,うことを盛り上げてくださったのであんまり苦労を感じることはなかったんですけども何ですかね でも劇中劇がねこうあるので意外とこうちょっとややこしい構造になってるかもなっていうちょっと懸念はあるんですけどもまあんまりこう深く考えすぎずにそのキャラクターキャラクターを一人一人をこう捉えていただいて単純に面白いところは笑っていただきそのキャラクターがそんなキャラやるんだみたいな面白さもあったりするとは思うのでなんかそういったなんかギャップみたいなところも楽しんでもらえるような作品になってるんじゃないかなと思います。ででももそんな中でもやっぱたっくんが こう待ってくれたりとか、<laughs> いいなんていうのかな、ね、本来はね先輩2時間は待たせれないです。だけどなんかそのスッとやっぱタックのいう一言が<う>なんかその芯をついてたりとか、なんかそういうところはすごいやっぱ。